フェリックス・モリソルロは、フェリックス・モリソルロアは、ハイチの教育者、作家、ハイチ語で最初に作品を公表した。ハイチ語を教育に取り入れ、ハイチ語とフランス語で作品を公表した。1961年にハイチ語は、公用語とされた。モリソは、ガーナとセネガルにも渡り、国民文学の開発を援助しようとした。1981年、モリソは、 マイアミに渡り、ハイチ人コミュニティの統合と、ハイチ語の学術化を試みた。1912年に、南東県、グラン・ゴジェの裕福な村ラートの家庭に生まれた、モリソは、ジャクメルで、英語と不都合を学び、将来の妻ルネと出会った。彼女が、モリソの才能を見出し、モリソも、彼女を、作品の源だと認めた。1940年代に、 米国のコロンビア大学の大学院で文学を専攻し、ハイチに戻ると、ポルトープランスで教職に就いた。そこでもリソは、路上のクレオールに注意を向け、書き言葉として、ハイチの統合につながると考えた。ハイチでは、不都合は、知識階級の言語でクレオールは、民衆の言語だった。モリソは、ジャクメルデルネと結婚し、作詞を行った。 二人の息子と一人の娘を設けた。モリソルロアは文学と演劇を教え、作家や記者としても活動した。モリソはハイチ語の書き言葉としての普及を図った。モリソが最も注目されたのは、ソポクレスのアンティゴネをハイチ語に訳し、ブードゥー教の人格も付け加えては、クレオンとして公表したことだった。フランソはデュバリエの独裁時代に活躍していた作家の 多くが殺され、彼も脅迫を受けた。モリソは、パリでの劇の上演の際にそのまま亡命した。その頃、エメ・セゼール、レオポルド・サンゴールラによる、ネグリチュード運動が盛んであった。モリソは、ナイジェリアやガーナ、セネガルに渡り演劇運動を指導したりした。ガーナでは7年を費やし、ガーナではハイチから亡命した、ジャンブリエール、ジェラール・シュネ、ロジェドル・サンビルらもいた。 1981年マイアミに移住し、ハイチ人コミュニティでハイチ語と文学を教えた。地元市ハイチ EN マルシェに毎週コラムを寄稿した。1991年には、ジャンベルトランアリスティドの就任式に招かれた。1995年に、最後の作品となった、レ・ジョンズ・ディ・ハイチ・トムを発表した。 この作品は1915年のアメリカ海兵隊による配置侵攻から1991年のアリスティドに対する一度目のクーデタまでの故郷のジャクメルの人々の物語だった。晩年は白髪のアフロが彼のトレードマークになった。1991年にジェフリー・ナップ、マリー・マルセル・ブトーラ・ラシーヌ、マリー・エレヌ・ララク、スージ・バロンラによる英訳集。 ハットオディティーズがマイアミで出版された。もともと普通語で書かれたノッティーフナタルと、もともとハイチ語で書かれたボートピープル、サンキューでシリン、ウォーター、などの12の詩が収録された。1998年にマイアミで亡くなった。ありがとうございます。